久保さん、うまい話にはならずうまい話ができるようになったっていうね、まあ、僕はあの、まあ、もちろんチャンスはあの手に入れることはできなかったですけども仮想通貨ブームの時ね一切僕は仮想通貨に手を出さなくて、まあ、あの取れた利益はあったとは思いますけど逆に、まあ、絶対ではないのであの、まあね、仮想通貨でうまくいった人もいれば、まあ、大半の人がうまくいかなかったりとか、まあ 変なものに手を出したりとかしたと思うんですけど、まあ僕はまあ一切買わなかったんで、まあ何も失うものはなかったですね。仮想通貨で失うものはなかったけど、逆に僕は話がうまくなりたいと。自分でビジネスやっていくんだったら、今まで文章は書いてきたけど、うまく喋れるようになれば、まあ飯は食っていけるだろうっていうあの気持ちでずっとやってきて、まあ喋れるようになりましたよね。もう結構だいぶで喋れるようになりましたね。昔に比べると。 だからその自分で金稼いでいくんだったら、な何のスキルがやっぱ必要なのかなっていうところを考えてやっているかやってないかって結構大事だと思うんですよね。いつまでたっても儲け話にうおさをするのか、それともあのうけられる話し方ができるようになるのかっていう、これはね、結構ね、命運を分けるんじゃないかなと思いますね。いっってらっしゃい